こんにちは。ゴンタ君です。よろしくお願いします。おそらく今見た人のね、大半がなんだゴンタ君はってなったと思うんでね、ちょっと、グーグル先生にね、こう質問していただければと思います。さあ、嘘です。高瀬です。よろしくお願いします。さあ、えー、今回、認識数学基礎の今回の議題はこちらどどん積分全化式。はい。 え、積分の問題と全化式の問題をこう,うまく絡めちゃいましょうという感じですね。あのですね、ゼロから数学の方で積分全化式ってのはこうだよってことは一応まあお伝えしてありますので、ちょっとそちらの動画の方もね、ご覧になっていただければと思いますけども。まあその前提です。積分全化式は部分積分法を用いる。これをちょっと基本のベースとして知識がある人に向けての今回のこの問題です。はい。じゃあ今回はですね、 えー、仮にこの0から3分の π の t a n g e n 乗を in と置いたとしましょう。ね、そしたら、これと、これが番号2個上がっただけの関係なので、in プラス、in プラス2という形してるんだよね。で、仮にそいつが、まあ何か数字かけってポンと分かったとしようか。ね、そしたら、これって、 いわゆる全化式が立ったということになるもんね。で、全化式を立ててからの、えー、タンジェントの7乗だから、まあ、第7項を求めましょうってことなので、まあ、いわば、一般項を求めろとまでは言わないけども、一般項みたいなものを出してくれと、ね。な、第7項を求めるわけだから、全化式使ってくれよってことなんですよね。はい。ちょうどや、こちらの問題は、まあ、いわゆる積分全化式の問題ってことなんですけど、はい。これから重要なこと言いますよ。 全化式はですね、基本的には部分積分法だったんだけども、この単ン,ントの N 乗の時だけは例外で、置換積分法を用いるんです。積分全化式はほぼすべて部分積分法を用いるけども、この単ン,ントの N 乗のところだけは、置換積分法を用いて考えるんです、ね。じゃあ具体的にどうするのってことをね、今からやっていこうってことなんです。はい。じゃあこいつ、IL、IN たす、IN たす2って書き直してみようね。 そこで考えてほしいのは、なんで二つ足すんだろうかってことなんだよね。うん。そもそも、一つで処理ができるんだったら、それは一つだけで計算させるに決まってるじゃないですか。二、ね、つ用意してるってことは、一人の力では乗り越えられない壁を二人で乗り越えてくれってことなんです。まさに、のっぽさんとゴンタ君の関係。ね。置いときましょうか。はい。 今回この二つよく眺めると、積分区間が0から3分の π で揃ってるよね。はい。0から3分の π で揃っていることに注目をして、ちょっとくくってみましょうや。はい。くくるというのは、この後ろをタンジェントの n 上でくくるということ。 そうすると重要なことに気づきますかねなんか、見慣れた式がここに現れてくるわけですね。1たす単ンとン2乗なんていう見慣れた形が出てくるわけですね。はい。確か1たす単ンとン2乗って、コサイン2乗分の1だった。そして、コサイン2乗分の1ってのは、単ンとンの微分だったよね。ということで、 実は今回の形は、タンジェント N 乗をかけるタンジェントダッシュの定積分だぞって言えるわけなのよ。はい。そしたら覚えてますかね ?F の N 乗をかける F ダッシュのインテグラルは、1乗を増やして逆数かけるっていうのが使えたんだったよね。はい。まさにこの形に慣れてるでしょってことだから、こいつ定積分。 形で表せるははずだよねはいということで、タンジェント3分の π はルート3ですかね。だからこれはルート3の n+1 乗という結果になってくるわけですね。はい。ということで、これを n の式で表せという問いだったので、今回はこんな形ということでした。 この唯一の例外系のタンジェントの全化式っていうのもよく出てきますから、1年間いろんなところの入試問題見ていくと、ビッグネームの大学で1個ぐらい出てるんじゃないかな、ぐらいの感覚です。まあ、これはとにかく誘導に乗れればですからね、積分区間揃っていることに注目して、タンジェントで N 上で隠くくれれば、比較的無理なく発想できる考え方だと思いますから、まあ、唯一の例外系これがあるんだなってことをちょっと経験しておいてください。はい。 じゃあ、あとはこの全化式を用いて2番解くだけですよね。じゃあ、2番に関しては IN、in たす2イコールの形にしといた方がやりやすそうだから、移行して、こういう風な形にしとこうかね。はい。そしたら今、俺たちは、タンデントの7乗を求めたいわけだから、 i 7を求めたいわけですね。i 7求めたいなら、ここに5を入れてあげれば、ここが7になって、5になるよね。まあ、ここはなんか数字が出てくるけど。したら次、i 5が欲しくなるから、じゃあ、I、5が欲しいぞと思うならば、ここのところに3かなんか入れてあげれば、i 5が作れるよね。はい。そんな感じで、順々に、ここの番号を落として落としていけば、まあ、きっと0とか1とかそんな数字になってくるんじゃないですかね。 あ一応、今回の n の範囲は問題文に書いてあります通り、正の整数だからね。n は1以上まで適用していいそうなので、そこら辺ちょっと気をつけながらやっていきましょうね。じゃあ、まずはじめに5入れましょう。はい、とこんな感じ。 次に一番に三を入れましょう。はい。じゃあ次は i 三を作りたいんで N に一を入れましょう。そうするとこの形でいくかな。ね。だから、えー、こいつを。 ま、ここに入れて、で、さらにこいつを、ここに入れていけば、i7 イコール、i1 の式となってくるよね。はい。じゃあ、i1 は何かなっていうことは、まあ、一般公を計算すればいいですかね。はい。じゃあ、i1 は3分の π。 で、タンデントだけど、タンデントはコサイン分のサインと見るんだったよね。で、コサイン分のサインってことは分母の微分が分子だから、マイナスのコサインの微分かな。ということで、こちら、マイナスログコサインかな。 そしたら、コサイン3分の π は2分の1なので、マイナスログ2分の1。0入れたらコサインゼ0は1だから、ここなくなってくるんで、この形。えー、つまり、ログ2と言っていいかな。はい。なので、このとこにはマイナスログ2ってものが来て、で順々に戻していく感じね。じゃあ、やっていこうかね はい、これに注意すると。i7 イコール、えー。4分の1かけるルート3の4乗。ルート3の4乗は3の2乗だよね。じゃあ、9かな。で、ルート3の6乗っていうのは、3の3乗になるから27なんで、ここはこんな形にしておきましょう。 で次展開すると i3 出てくるけど、i3 はさっきのやつを入れてあげるから、こうなって、で、このところがマイナス4分の9。で、6分の27は3で割れるので、2分の9。はい。そしたらマイナス i1。I 1これはマイナス6分で、ここ4分の2。来ておくと6、6く9足す。 十八はい。ということで、マイナスログプラス4分の15ということでした。はい。ということでね、全化式さえ立てば、あとは何とかなる話だったと思いますね。しっかりこれお友達に説明できるぐらいね、よくやりこなんでくださいね。はい。じゃあ今日はね、ゴンタ君の真似しながら終わりたいと思います。<laughs> えー、今回の動画、完璧ですか もし怪しいなと思うとこがあったらねちゃんともう一回見るもう二回見るっていう動画の特性を生かしてくださいね我々は他のの単元の動画も撮ってます、えー、ホームページの方見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですから是非ホームページも活用してねじゃあねー